はい、皆さんこんばんはー。ラリホンです。さあ、今回もみんなの投稿で久しぶりにね、ホムコンとか含めた投稿にいっぱい見ていきます。見せそうな撃墜集。もう何なんだ見せないプレイ集とかあるじゃん。もうこのタイトルの、何なんこのもう見せてませんよ感出してくの何？見せてませんよって言っといてクソ見せるっていうのが流行ってんのか、まあ、見せそうってことは惜しいのかな。踏んで？あ、踏んでじゃないわ。未来予知した、俺、今完全に。今、未来予知してもうたわ。ねえ、ビビるわ。さ、うまかったな、今な。上様なんか絶妙な、絶妙かもな、これ。さ、おお、そのバーストはいいな。消火栓いいね。うまいじゃん。うまいぞ。いや、見せそうじゃなくて、もう見せまくってる。なんならもうそれ完璧じゃん。財布も出してね、完璧な。魚の下だけ食うてんのから。お前、なんか別に普通にレベル高いんだよな見せそうってどういうこと？なんか惜しい感じかなと思ったけど、あ、もう最悪これも。これ泣くやつね。ほんと泣くやつだ。これ、これはスティーブ。え？はい。いや、マジかよマジかよ。まさかとは思ったけど、マジかよ。いや、すごい。その読みはかっこよすぎる。何？後半に行くにつれちょっとなんかレベル上がってきてない？なんだ、え？なんなんだ。こうね、なんかタイトル謙遜、なんか自分はあんま見せてませんよみたいな、そういうアピールする人がすごい。うわ、おしゃれ。魔人剣から魔人剣繋げてくるとか、ちょっと皆さん気づきました？今の魔人剣から魔人剣ですよ。もうそんなのだ。これは何ですか？ちょっと、ねえ。ちょっと、言葉が出ないよ、それは。なんだ、それは。もう、リュカのやつ、やば。俺、消火栓のコンボが一番やばいと思ったけど、リュカが一番やばいわ。あれも消火栓か。消火栓って、悟空がやばいな。夢が無限大じゃない？やばいわ、ちょっと。あのリュカ、何？あれもう、まんいいね、行くよ、ツイッターで。男前ホムコン、消火栓ナイス。さあ、ホムコンでも消火栓が活躍するっぽいけど、ナイスってどういうことやろうな。てか、ホムコンを見るのが久しぶりやな。なんか、帰ってきました、実家にって感じなんやけど。消火栓はどうする感じ？うわ、ナイスだわ、それは。え、これ、考えてやったのかな？考えてやってなかったら、これ、出ちゃうよね。これ、あ、ミスったって、思ったら消火栓がね、背中押してくれるっていう。なんか、もうストーリーだね。男前ホムコン、伝説の輝き。いや、なんすかそれ、伝説の輝き？そんなのあるこのゲームに。そのなんかドラクエみたいな。ドラクエのなんか隠し。うわちょっともう一回見ていいですか？なんかバットが出てくる瞬間のエフェクトがなんかすごい、重なってるようななんかすごい。あんな輝いてたっけ？スローやからそう思うだっけかな。ね、ようこんなん見つけますね。男前ホムコン、壁にぶつかるスティーブ。なんすか壁にぶつかるって。なんかもうスティーブはね、変なことするよね。うもう今の 70% いったね、今俺。すごい。さあ、壁とはなんだ？あ。いや、なんでそんなことした？男前ホムコン、どっちが裏切るか当ててみよう。いや、そもそも裏切んなんて話なんやけど、まあ、カズヤじゃない？ちょっと、もうした、ほら、もうした、スマブンブンしてるもん、もうこれもう絶対スマで止めるでしょ。ほら。おぉ、思っとったよりキレッキレやった。男前ホムコン、奇跡。何奇跡って。何奇跡って。もうホムコンする気ないじゃん、これ。何やったのこれ。え？え？なんすかこの競技。男前ステイ即死、勇者。さあ、ステイ即死ですね。勇者は、どういうのだ？メラゾーマとかヒガデインが多いイメージやけど、これはどんな感じかな。あ、コマンド使う感じかな。魔人斬りからさあ、あ、すごっ。あ、これ、結構運だな。あ、すごい。すごいな、コマンド、いいね。男前ステイ即死、カズヤ。さあ、カズヤのステイ即死ですね。カズヤ結構ね、ステイ即死面白いんだよね。なんか、なんかな、技がいいんだよね。空下とかさ、ウィビとかがすごい、使いやすいというか、なんか、いい感じにね、
作ったステージにマッチしてるんだよな。さあ、これ始まってどうなってる。お、すごいすごいすごい。ああいう感じで空車用にワープ入っていきますからね。あ、すごっ、かっこえ。男前生息詞なのかこれ。さあ、ちょっと生息詞の自覚がないみたいやけど、どういうことかな。プリン、カービィ、どっちやこれは。あ、プリンっぽいな。これ自滅してってことか。プリンが、ん、あ、すごい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 、え、はい。え、ぶっ飛び速度おかしない。いや、あ、なるほどね。接続詞でしょこれ。え、なんか新しいタイプだねこれ。男前生息詞、操作なし全自動。さあ、全自動接続詞ですね。全自動めっちゃおもろいからね。さあ、これはどんな感じの全自動や。おお、どっから今大砲現れた。あ、すごいすごいすごい。あ、グロい。え、誘拐された。突如なんか現れてんけど、怖いな。怖くね今の。上に参ります。男前ステージ特使。さあ、どういうことや、上に参りますって。あ、あー、もしかしてあのバネ使う感じか。これ発想の勝利でしょ。やっぱりそういうこと。いや、面白い。これは発想だな。上に参りますとか言ってるけどね、もう殺してますからね。はい、以上。面白かったらね、チャンネル登録と高評価お願いします。はい。というわけで今回ね、いっぱい見ていきましたけれども、僕、ふと思ったのが、まあ、ステージ即死コンボっていう、まあ、コンテンツというかね、まあ、今日後半見たやつ、あれ、めっちゃ面白いけど、まあ、ちょっとそんなにね、まあ、僕のチャンネルはあんま再生数とこれなんというか、あんま認知度がないんかな、ちょっとわかりませんけど、もう普通にね、ステージ即死、ね、ショートとか伸びそうな気がするから、ちょっとステージ即死職人はね、ちょっと、ショートというか、ね、毎日、1ステ即死とか、まぁ、ちょっと大変かもしれんけど、投稿してみたら結構有名になれそうな気がするというか、まぁ、なんかいた気がするけど、そういう人。まぁ、そんなにね、その、まぁ、今のショートの流行りと比べたら、まだ人少ないと思うんで、ステ即死系スマチューバー、俺、いけると思うわ。わからんけど、いけるような気がするだけですね。ちょっと、うん、ふと思いました。